日本と中国の企業の経営トップらが集う日中 CEO サミットが東京で開かれ、中双方の代表が両国の関係改善の機運が待っている今こそ、経済面からも協力感を強化すべきだという認識で一致しまし、日中 CEO サミットには、日本、か、トヨタ自動車や新日鉄住金、中国側、ら、アキラパネルメーカー、京東宝か和座集団、中国建設銀行など、両国を代表する大手宅ら、およそ60社の経営トップらが出席しまった。この中で、経団連の榊原会長は、先、訪中した際、李克強首相から日中、係には上向きの勢いが現れてきており、の勢いを大切にすべきだという発言があったと述べた上で、経済界としても新、関係を深めていく必要があるという考え。新たな発展のチャンスを迎えている、王子、今こそ、経済面からも協力関係を、かすべきだという認識で一致しました。議はこの後、アジア市場や環境等。